いよいよ千秋楽、僕もね募る思いはあるのだけれど、ついにここに来て何も思い浮かばないのだよ。でもね諸君、ただ一つだけ言わせてほしい。今日この日この場所にいる諸君は最高なのさ。ところで休憩からまっすぐ席に戻ってくるとは、そんなに僕とお話がしたいのかい？おお、そんなに僕とお話がしたいのかい？仕方ないな。では僕の高校時代、生徒会長をしていた時の話をしてあげよう。実は修学旅行の際に一部の生徒が、まあいわゆる歓楽街に赴いてしまってね、教師は生徒たちを退学させようとした。無論僕は生徒会長としてこのように抗議した。未成年の彼らが歓楽街に足を伸ばす、その行為は褒められたものでは決してない。法による秩序が守られねば社会は成り立たない。だがあたかも性欲自体が全て悪いかのように否定することに対しては遺憾と思わざるを得ない。なぜならば性欲とは人類の歴史をつないでいくという大役の一端を担っていると僕は考えているからだ。それは恥なのか罪なのか。よって今ここに僕は提案する。未成年という曖昧なレールの上で行き場を失った欲情を抱え込む青年たちに救いの手本伸ばそう。これからはこの僕に欲情すればいい。生徒の欲望は生徒の代表であるこの僕が受け止めるのは至極当然。さあどんどん欲情したまえ。そうとも受け攻めで言うなら僕は受けた。おやおや、おかしくないかい？懐かしいね。後で母さんがフォローしたんだったよね。世界が見てるんだぞ。よく堂々と語れるな。グーレさん、トリさんまで待ってた。どうしたんだい？まあ、足フラフラしてるじゃねえか。さっきすごい長い時間ロングトーンを出したからね。どうしたんだい？そろそろ時間だ、行くぞ。ん？サムズアップかい？は？わかったよ。では行くとしよう。さらばだ諸君。どうした？ではでは、ごゆっくり。ま、当時は今よりマジでとんがってたよ。なんてな、餌もらってないライオンってな、まさに教師も親も手に負えない問題児ってやつだった。悪くなるってのはなんであんな簡単なのかね。気づいたらレディースに入ってて、こわもての連中に囲まれて悪いことばっかしてた。やらかしたこと全部言ったらお前らの耳腐らせちゃうな。とにかく私はどうしようもないバカだったってこと。でもさ、すごく憧れてる人がいたんだ。女だてらに特攻隊長、通り名は赤い蝶。それが京子さん、トールの母さんだ。ヤンキーつってもそんじょそこらのヤンキーとはわけが違うぜ。彼女がバイクを転がすと赤のテールランプが舞う蝶のように見えたって。喧嘩が強くて男気があって、でも慣れ合いは嫌ってたって。そんな話を先輩たちから聞くたびに憧れは募った。よし、オフ。魚谷は本当に蝶が好きだよな。あ、そういや聞いたぜ、蝶って今ここらに住んでるって。え、マジっすか？おう、今は結婚して本田って名字らしいけど、
あんたとタメの娘もいるってよ。もしかすると同じ中学通ってんじゃねえの？長の娘、あの京子さんの娘ってんだからかなりのヤンキー女だろうし、そんなやつ見逃さねえと思うけど、でもこれでうまくいきゃモノホンの京子さんに会えっかもしんねえ。すみません。てえな、気ぃつけろタコ。はい、申し訳ありません。以後気をつけます。あ？大変です、どうしましょう。そこの方踏まないでください、踏まないで、あのそこの方も踏まないでください。オッケー、踏むなっつってんだよタコスケ。ったくよ、てめえもちんたらしてんじゃねえよ。はい、おい持ってけ。は、はい。ったくざけんなよ、こんなことさせやがって。てめえ名前なんてんだ？本田トールと申します。本田だ？てめえが赤い蝶の娘とかってオチだったらぶっ飛ばすかな。はい、それはお母さんの現役時代の名前です。マジで？ぜひお母さんに会ってあげてください。これがあの京子さんの娘なのか。まるっきし地味女じゃねえか。しかもなんつうか、あの魚谷さんとお呼びしてもよろしいですか？ああよろしくです、魚谷さん。なんつうかこう雰囲気が妙な。トール、おかえりおかえりおかえり、トール。ただいまです。重いです。なんなんだ。帰り道で会うなんて運命じゃん。あ、聞いてよ聞いてよ、今日さ、お母さん、それよりお母さんに会いたいという方が。あらやだよ、この人誰さ。魚谷さんです。憧れの京子さんは思いっきり親バカになってた。ところで魚ちゃん、ついでに夕飯食ってけば。魚ちゃん、魚谷でしょ。だから魚ちゃん。はあ、ぜひ食べに来てください、魚ちゃん。あ、いや、あの、私帰るすから。なんで食っていきなよ、トールの料理はうまいぞ。いいえ、そんな。マジ帰るすから。あらら、何、家が厳しいの？こんなやつ家が厳しいわけないじゃないですか。そんなこと言い切れないだろう、事情はそれぞれだ。私はただがっかりしてるだけだ。赤い蝶だったやつがこんな初代臭くて慣れ慣れしくて、しかも親バカかよ。そんな格好悪いやつになり下がってたとはな。肩の力を抜いただけだよ。え？うおちゃん、ぜひ夕飯をご一緒に。二人と会って思ったんだ、私もしかして寂しかったのかな。たわいもない時間、でも大切な時間を求めていたのかなってな。ああ、直抜けしたいだ。はいはい、そうですかって、許すわけねえだろら。大谷が直抜けしたいってよ。何言ってるんだよバーカ。大丈夫ですか、俗抜けの繊細ぐらい知ってるよな。知ってます。じゃあ受けろやガキ。やべえ、怖い、逃げたい逃げたいけど、でも思い知れやろ。えい、生意気なの。いや変わりたいって思った、もうこんな自分はやめだ、変わりたいって。だって私は、だってよ、行くわよ壁ドーン。お楽しみはこれからだぜ。さ、立てって終わりか。はい、その辺にしときな。あんたは京子さん、動くな動くな、怪我してんだから。しかし俗抜けなんて思い切ったね、偉いよ。偉くないよ、京子さんにまで迷惑かけちゃって。別にガキども払いのけただけだよ、かっこよくないぞ。でも
運はいいね。族抜けでもっと死ぬ思いしたやつはたくさんいる。あんたは運が良かったんだよ。バカだ、痛い目見ないと分かんない。私はバカだ。痛い目見ないと分からない気持ちだってあるさ。人生の底まで落ちて初めて分かる気持ちだってあるさ。綺麗なものに反発して、でもドロドロになって初めて綺麗なものが恋しくなったりもするさ。痛みには優しさが必要で、暗闇が目立つにはお日様が必要で、どっちもバカにできない、どっちも無駄なものじゃない。だからつまずいて間違ってもそれは無駄じゃないさ。無駄にするもんかって思ってれば、いつかきっと自分を育てる肥やしになるさ。これ私論。京子さん、私トールの親友になりたいんだ。トールが自慢に思ってくれるような、そういう親友になりたいんだ。そのためになら自分を変えたいって、変えていきたいって思ったんだ。今思い返すと少し気恥ずかしい。ベロベロ泣いた自分。でも無駄なんかじゃなかったよ。それからしばらくも喧嘩売られたけど、なんとか乗り切った。一人じゃないって本当にすごい。中二になって花島に会ってますます楽しくなって、京子さんも楽しそうに笑ってて、死んじゃうなんて嘘だろ。もうあの部屋に明かりがつかないなんて嘘だろ。大好きだったよ。何の義理もないガキを助けに来ちゃうような、お人よしでまっすぐであったかい京子さんが好きだったよ。あ、ユキだ。春。初原さん。何してんの？こんな雨の中。それはこっちのセリフだ。びしょ濡れじゃないか。あ、それは？探し物。探し物？こいつ探してた。かわいい猫さんです。本田さん、この子はトラだよ。え？そうまきさ、トラ。噛まれると痛い。トラ、トラということは十二支のトラということで。はじめまして、私は本田トールと言います。本田さん。ああ、キサ。おいで。ありがとう。はい、痛かったでしょう。さあ、謝りもしないで。あの、私は平気ですので。ユキ君、さっちゃんなら話さないよ。え？話せないんだ。中学に入学してしばらく経った頃からぷっつり。トリニーが言うには心が原因で言葉を封じ込めちゃったんだって。そんな、そんなこんなで話さなくなって
不登校になって、しまいには今日家からいなくなった。え？で、結局何があってそういうことになったの？いじめ。いじめ？ずいぶん気にかけるんだな。そんな仲良かったっけ？似てるから放っておけないだけ。一度何も話さなくなったユキに余計なことを。ギューって体縮めて沈黙して、そうやって自分を守るしかなかったユキに似てるから。やめろよ。そんなに怒ることかい？怒ることだ。恥ずかしいの？そうやって火に油を注ぐようなことすぐ言うの、先生の悪い癖だな。これ勝負なり。キサさん、こちらにいらしたのですね。よかったです、キサさん。痛くないです。本当に少しもちっとも、でもやっぱりちょっと痛いやら痛くないやら。キサ、お母さん探したのよ。しぐれさんがね、わざわざ電話してくれたのよ。ねえキサ、周りに迷惑ばかりかけて何してるの？お母さん困らせて楽しい？もののけに好かれた子供を持ったお母さんは、不必要なほど過保護になるか拒絶するかのどっちかが多いんだ。ねえ、なんでいじめにあってたこと言わなかったの？なんで家出なんてするの？どうして何も言わないの？もう疲れた。もう嫌。言えないです、いじめられてるなんて。やっぱり言いづらいです。私も言えなかったです。いじめられるような自分が情けなく思えてきて、それをお母さんに知られたのが恥ずかしくて、もし嫌われたらどうしようと考えたら怖くて。だからお母さんに大丈夫だよ、恥ずかしくなんてないって言ってもらえた時、嬉しくてまた泣いてしまったです。キサさんも同じ気持ちなのかもです。お母さんが大好きだから言えなかったんですよ。それは、イソロ？キサが？今日いろいろあってね、しばらく預かることにしたんだよ。いろいろって？いいんじゃない？あの母親もかなり限界に来てたみたいだし、リハビリって感じで少し距離を置くのも。何が何だかさっぱり分かんねえ。でその記者どこにいんだよ？さっちゃんならトール君にべったり。あ、本田さん、魚谷さんたちが来てたけど。忘れてました、うん、キサさんこちらで少し待っていてくださいね。キサ、俺もキサみたいに話さなくなった時があるよ。原因は少し違うけど、でも自分が恥ずかしくて嫌いだって気持ちは似てると思う。誰かに好きだって言ってもらえて初めて自分を好きになれると思うんだ。誰かに受け入れてもらえて初めて自分を少し許せそうな、好きになれそうな気がしてくる気がするんだ。キサはこれからどうしたい？このままでいいと思う？ダメ、ダメ、ちゃんと頑張らなきゃダメ。仲直りできなくても、無視されたままでも、でもちゃんと頑張らなきゃダメ。
そうだね、頑張ろう。俺も頑張る。そしてまた悲しくなったり辛くなったらここにおいで。キサ、久しぶり。やっと声聞けた。ずっと逃げているわけにはいかない。心は未だ凌駕されたままでも、いつかはダメな自分と立ち向かっていかなくては。たくさんたくさん落とした涙もいつか報われるように。まだぎこちなく話すキサさんが学校へ行くと言いました。正直そばから離れていってしまうのは寂しいですが、我慢です。キサさんは勇気を出して戦おうとしているから、頑張って頑張ってキサさん。立ち向かっていこう。大切なのは弱さゆえの向上心。少し早くバイトに着いてしまいました。更衣室で時間を潰して靴が降ってきました。それ拾って。はい。どうぞ。何マジで拾ってんのさ、愚か者。え、アイデンティティとかポリシーとか持ってないわけ？回れって言われたら回るわけ、転べって言われたら転ぶわけ？いえ、やだやだ、主体性を持ち合わせてない人間って。ね、さっさと返してよ。それとも何盗む気？あ、いえ違います。あの、どうぞ。この俺がわざわざ会いに来てやったのに礼の一つも言えないわけ？あなた様ごときにこうして会いに来る人間くらい今までの経験ですぐ察してくださいません？中二鈍いんだよボケ女。なんかな、噂で聞いてたほど大したことないじゃん。ばっかだし、会いに来るんじゃなかった。食事の一つもおごってよ。あのお金くらい持ってるでしょ。なんか汚れたカバン。あ、でもこの手帳の色はいいね。俺深緑って好きなんだ。これちょうだい。いけません、それは。俺は相馬ヒロ。まあもう会うことはないと思うけど一応名乗っておくよ。じゃあね。ものすごくつまらない時間をくれてどうも。え、あのちょっと待ってください。その手帳にはお母さんが、お母さんがさらわれてしまいました。トール、そんなところで何してるの？もみじくん。ボケ女、ただのマザコンじゃないか。かっこ悪い。ヒロ、なんでお前がこんなとこにいんだよ。別にいいじゃない、どこにいたって。それとも何、ここに座ってちゃいけないわけ？いちいちあんたの許しが必要なわけ？あんたに恐るそば権利があるってわけ？それはまたご立派です、こと。このヘリクス小僧。なに、その小僧にムキになっちゃってんの？あの、ヒロさん、その手帳は。お前、その手帳にはお母さんが。ヒロ、てめえなんか仕上がったのか？単に手帳取っただけじゃん。あ、返してやれ、さっさと。何言ってんの？そのボケ女が取ってくれって頼んだんだよ。ボケ女だ。調子のんのも大概にしとけよ、ヒロ。幼児虐待の罪に問われたいなら勝手にすれば。キョウ君、ヒロちゃん、ヒロちゃん、お姉ちゃんのもの取ったの？こんにちは、キサさん。ですがどうしてここに？ベーだ。なるほどね、全部ウサギの差し金ってわけ。ヒロちゃん、返さなきゃダメだよ。お姉ちゃんを困らせるようなことしちゃダメだよ。ヒロちゃん、バッカみたい。俺だっていらないよこんなもの。ヒロ、あの、もうよろしいのですよ。よかねえよ。ヒロちゃん、そんなお姉ちゃんが悲しくなるようなことしたら嫌だよ。なんだよお姉ちゃん、お姉ちゃんっていつもボケ女の話ばっかしてさ。俺が貸した DVD だってさっさとボケ女のところに持ってって、俺が貸したのに俺が一緒に見ようって。でもヒロちゃん、
一言もそんなこと。そんなこといちいち口で言わせるわけさしてよ。ヒロ無茶言ってる。うるさいよウサギ。そりゃ俺はキサが大変な時何もしてやれなかったけど、だけど俺だってキサのことすごくすごく心配して。何がどうなってんだ。今日は鈍感すぎ。ヒロはトールにやきもち焼いてたんだよ。背伸びしてもヒロはやっぱり小学6年生だもん。不器用なのね。ごめんねヒロちゃん、今度は絶対一緒に見ようね。でもヒロちゃん、お姉ちゃんにもちゃんと謝って。そうだよヒロ。いいえ、謝っても許しません。ヒロさんには罰を受けていただきます。何さそれ、何をさせる気なわけ。抱きしめの刑です。改めましてよろしくお願いいたします。ですヒロさん。なんかな、なんであんたみたいにぼーっとしたやつにできたことが俺にはできなかったのかな。ねえ、あんたってそんなにすごいわけ。え、どんなやつのどんな悩みでも解消させることができるわけ。どんな苦しみや悲しみでも消せるわけ、救うことができるわけ。え、私にはそんなこと。謙遜は時に卑屈にしか見えないからやめてくれる。はい、大好きで大好きだって気持ちを貫きたくて。俺はずるい。なんでなんでこんなガキなわけ。俺ひょっこり現れたこいつに嫉妬までして。最悪だ、こんな自分、こんなガキな自分死ぬほど嫌なのに。こんなんじゃなくてもっともっと立派な大人になりたいのに。ヒロさんすごいです。やっぱり小学6年生には思えません。別にフォローしてほしいと望んではないんだけど。それとも何おべっか。いいえ違います。自分はまだ子供だと自分自身で認めるのはとても怖くて避けてしまう人も多いってお母さん言ってました。だからそれをちゃんと認めることができる人はとても勇気を持っているって。ヒロさんは何もできなくないです。なんだよ。ヒロさんはキスさんもおる素敵な王子様になっていきます。だってヒロさんの胸の中にちゃんと頑張る勇気があるのですから。頑張る勇気、つまり今の俺は全くもって王子的存在じゃないって、そう言いたいわけ。いえそういうことではなくて、まあ、その通りだけどね。見てろ、なってやるから絶対に。お互い様なのです。すいません、すいません。私は本当にいつも周りに迷惑をかけないと生きていけない人間なんです。息をしているだけでも申し訳ないくらいなのに、お手伝いさせてしまい申し訳ございません。世界中の皆様に謝ります。ごめんなさい。なんでりっちゃん。すいません。私ごときが訪問してきてごめんなさい。ごめんなさい。珍しいね、弱気なりっちゃんが自分から訪問してくるなんて。すいません。先ほどは大変ご迷惑を。いいえ全然です。お会いできて感激です。りっちゃんさん。いやりっちゃんは十二支猿年なんだよ。猿年のりっちゃんさん、女性の方だったんですね。何してるの。すいません。でもなんで急に来たの。やっぱりご迷惑でしたか。うん、ごめんなさい、すぐ帰ります。嘘冗談よ。でなんで急に。はい、それはほとんどの十二支の皆さんがトールさんにお会いした時ちゃんとご挨拶しないと失礼になるかと。はじめまして
ソマリツと申します。本田トールと申します。あ、これつまらないものですが。何何、お土産？はい、果物にしようと思ったのですが、お好みが分からなかったので果物の本にしていました。果物の本。すいません、ダメでしたか？ご迷惑でしたか？いや全然。ごめんなさい、すぐなもの。うそうそうそ。もういいんです、はっきりおっしゃってください。やっぱり私はこの男を訪れる価値などない人間なんだと。そんなことないって。そうですよ、私はこうして会いに来てくださったことが本当に嬉しいんです。ありがとうございます。笑われるとさらに美人さんです。いやしかし君はすぐパニックになるね。もうすぐ社会人になるってのに。ああすいません。りっちゃんだってもっとしっかりしなきゃとか思ってるんでしょ。もちろんです。私も変わりたい、変わらなきゃって思ってるんです。自分に自信が持てるようになりたい。そしていつかあや兄さんのように自信に満ち溢れた人になれたらなって。ああそりゃ無理だ。え、なぜですか？アーヤの自信は人類の規格からかなり外れたところにあるからね。やあやあ諸君、今日は千秋楽。これまでね、ユキが寂しい思いをしないようにお兄さんをいつでもどこでも感じれるスペシャルなグッズを本人に届けてきたわけだけども、どうやら先日なぜかわからないんだが一つだけグッズが送り返されてきてしまってね。そちらがこれなのだが、そう、あやめ 200% というものなのだがね、おそらく住所を間違えたのだろうということで、今日は特別にね、あやめの宅急便あやぞんとして直接届けに行くとしようじゃないか。さあ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 、せっかくだから諸君にもこちらを拝ませてあげようではないか。さあさあ狼様へ、こちらがあやめ 100% いや 200% なのだよ。さあさあご挨拶をしてね。ほらちょっと待ち様へ、どうしたのかな。おやおや、お兄さんと一緒でうり二つで体が柔らかいのだね。さあ到着だ。どの辺りに置こうかな。この辺りで、ちょっと待ってもらっていいかな。これは僕も知らないのだよ。グレさんのブロマイドが挟まっているではないか。こちらは僕が回収していくとしよう。さあさあ、何かが足りないな。そうか、そういうことか。おそらくここら辺に届いてるであろう。そうそう、忘れてはいけないね、こちらのパーセンテージが足りなかったようだね。さあさあさあ、もう今日は思いっきり着飾って下まで手前へ行くよ。はい、これを着せてね。こうだね。はい、こちらで 300% いや 800% だね。さあ顔が大きいのかな。さあ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 、もうこちらはね、もう羽織るスタイルでいってもらおうかな。はい、じゃあちょっと横になってね。はい、羽織っていただいて、そしたらもう手下げなんてもう前に置いちゃってね。はい、こちらで 1000% だよ。完璧だね。僕はもう何もやり残すことはないよ。グレスさん、これが地獄か。すごいね、これはもう僕にもどうしようもできない。というか君はすぐ謝りすぎなんだよ。あー、すいません。ただいま。お、いろんな意味でちょうどいいとこにゆきくんだ。りっちゃん、早速チャレンジしてみよう。ちょ、まだ心の準備が。りっちゃんさん、ファイトです。リツ、なんでここに？ダメですよね。私なんとかここにいたらやっぱりダメですよね。いや別に。みっちゃんさん。ゆきさん、お友達が、あや兄さんに似てきましたね。はぁ、おい、なんでリツがいいんだよ。あぁ、すいま、トールさんにご挨拶を。よかったですね。あ、ユキさんと一緒にいられるほど
仲良くなるために仲良くない、すいません、ごめんなさい。申し訳、あごめんなさい。すごいね、ごめんなさい。こりゃ大変だ。本当に申し訳ございません。やっぱり私のようなろくでなしはこのお宅を訪れるべきではなかったのです。ごめんなさい、今すぐさっさとおいとまさせていただきます。そんな、私ごときが訪問してきてごめんなさい、ごめんなさい。